京10日、21時から22時48分まで、に放送されるカンテレフジテレビ系バラエティ番組、有吉弘行の誰得。おバカな暑中お見舞い SP、では、ベテランモノマネ芸人たちの顔の似具合を、認証システムで検証していく。研ナオコのモノマネを披露する清水明、ミニ、ら出演者たちイコールカンテレ提供、モノマネタレント顔認証検問、は、モノマネ芸人。たちの顔が本人とどれだけ似ているかを顔認証システムで測定し、60% 未満だとそのネタを封印しなければならないという企画。初登場の清水明による研ナオコのモノマネに、有吉弘行は、似てないよ、悪ふざけのチャンピオンなんだから、とバッサリだ。また以前、トム・クルーズのモノマネが 60% を下回って封印になった神奈月が、再びトム・クルーズに扮して登場。この前は、トップガンのトム・クルーズで、今回は、ミッション・インポッシブルのトム・クルーズ、と主張する。大御所たちの挑戦に有吉は、バカなことばっかりで面白かったです。モノマネのベテラン勢ってなんであんなにバカなんだろうな、って、と笑いが止まらない様子だ。今夜の放送では他にも、無天くら寿司の没メニューを発掘するコーナーや、原宿のお店をた、社に出店する、田舎に原宿がやってきた、では、山崎博成とモデルの皿が宮城、佐王町へ、キモーマグルメ、では、マキノステテコが、アメリカカナダで、世界最大級ネバネ。ババナナモンスター、世界最大級のトゲトゲモンスター、を捕獲、試食する。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。